します。はい。はい。ということで、ですね、まあ、こうやって顔を突き合わせてお話しすることもできるんですが、西村さん、資料の方はまだ。一応お送りしましたが、皆さん、あ、そうですね。来てます。印刷しております。それも見ながら、進めさせていただきます。はい。ということで、ちょっとですね、画面共有という機能がございまして、これでですね、私の資料の方を見ていただけるようになってます。で、お配りした資料のダイジェスト版ということで、まあ、今回作らせていただきました。で、一つですね、うちの製品の、コマーシャルで、ここにこれじゃわかんない。ここに出てるのが、私ども実はペンプラスという製品でして、要はこういったプレゼンテーション用のソフトでもあるので、今回はちょっとこれを使わせて進めさせていただきたいと思います。はい。で、一応、題名はですね、プラスソフトの経営戦略ということで書かせていただいたんですが、まあ、基本的にはその八起会、不当会も含めて、まあ、軽く説明させていただきたいと思います。で、時間ありましたら、またいろいろとご質問の方もお受けしたいと思うんですが、はい。まず株式会社、プラスソフトなんですけど、この株式会社になったのは、実は、つい最近です。ちょうど、まだ1年経ってないですね。去年の4月の終わり頃ですので、はい。それまでずっと有限会社で20年やってきまして、ちょうど昨年の8月で、20周年を終えたところです。で、何をやってるかというと、ビジネス系手書きソフトの専門会社ということでやっております。で、実はこうやってこう、お絵描きするソフトっていうのは、漫画を描いたりですね、あとグラフィックを描いたりするところでは、結構たくさんいっぱいあるんですよ。ところが、そういったところは、とてもじゃないですけど、ある面、私たち逆に後発でして、技術的に、勝てないと。で、特にアメリカですとか、そういったところのソフトが非常に優秀なので、ということで、我々ある面、あまり普通では関係ないように見える、そのビジネス系というところに、絞ってやっている会社ということになります。はい。でですね、主にですけど、一つが教育ですね。今使っているソフトは教育になります。で、ちょっと特徴的なのが、実は普通にペンで線を描くと、ずっと残るんですけど、これこうやって消えてきます。消えていくことで逆に、今何を語りたいかっていうのがよくわかるという、特徴があります。ということで、今ですね、もう一つが医療をやってきました。で、新しく、開拓しようとしているのは、もっと広い意味でのビジネスに展開しております。で、今どういうふうな構成なのって言いますと、まあ、社員ですね、実はこれ私とか、幹部を含めてなので、本当は従業員じゃなくて、本当に社員4名ということでやっております。で、パート今、4名って書いてあるんですけど、実は1人、子供の病気で、ずっと来れなくてですね、実際には今3名でやってるんですが、ちょっと前まで午前中のみだったんですけど、去年、プレゼンテーションした時はそうだったんですけど、今はなんか午後までやるようにな、なぜかなっております。このコロナの中、3人、今日は全員揃って来てました。はい。で、これ昨年って書いてあるんですけども、一昨年になるのが8400万です。で、今年はですね、どうなんですかね、9500から1億ぐらい、まあ、ちょっと久々に上がったという感じです。で、うちの場合は本当に売り上げって全く考えてなくて、あくまでこの粗利主義になっております。はい。でですね、そうですね、こう書いてあるんですよ。2年連続の減収減益。だったんですね。ちょうど一昨年までは。だから、今年は復活なりましたんですけど、もう来期は本当どうなるかは私でも全くわからないというような状況になっております。はい。
これですね、この次に説明させていただく、丸山さんのお手元にはあるんですが、あ、小野口さんにも送っときました。はい、あります。あ、じゃあお手元にありますね。はい、なんであのお手元にないかなと思って、はい、このものを準備させていただきました。ありがとうございます。じゃあ、あの見ていただいているので、これの説明はちょっと省略させていただきますが、そうですね、私はあの実は今回西村さんといろいろお話を始めたときに、財務に詳しいですよって言われてですね、いや、財務って言って私専門家じゃないしと、まあ、簿記は取ってるんだけど、財務にしよう、あの、ふさわしい、あの、なんていうか、専門家ではないんですね。ただ、こうお配りした、要するにその決算誌というもの、まあ、決算の歴史という意味で決算誌ですね。でですね、これは何かと言いますと、まあ、私、決算というのは、まさに歴史だと思ってます。ただ、大抵の方は歴史を忘れると。実はですね、まあ、賢者は、歴史に学び、愚者は、その自分の経験しか知らないというような、あの言葉が、なんかビスマルクかなんかの言葉があるんですけど、でもそれですね、私が思うところは、実際には自分自身の経験も忘れてしまってるんじゃないのと、うん、いうことなんですね。うん、はい。我々あのプログラムというものを書いて、ソースコードっていうのを書いていくんですけど、そこに必ずコメントといって説明を書いていくんですよ。うんうん、それは実は自分が書いたソースコードも忘れてしまうんですね、自分自身が。で、それを思い出すために、その説明、自分の未来の自分のために説明を書くんですよ。ということがありますので、同じように、決算というのを、まあ、よく3期で見るとか、場合によっては2期で見るって、あ、10% 上がったね、どうのこうのっていうのあるんですけど、そうじゃなくて、やっぱり、歴史を俯瞰してですね、広い目で見て、それで自分の会社ってどういうところで上がって、どういうところで下がって、ということを知らないといけない。ということで、まあ、決算誌っていうのを作らせていただいております。でですね、実はその財務っていうよりも、これ管理会計と言われるものです。まあ、もうご存知の方は当たり前のようにご存知だと思うんですけど、普通皆さん、税理士さんに作っていただいているのは、あれは税務会計と言いまして、税金を納めるための会計にしか過ぎないということなんですね。なので、税金さえちゃんと納められれば、本当はどうでもいいものになってしまうんですよ。で、要は、税務会計って余計なものがいっぱいあると。あくまで自分が、経営のための指標にするために使う、そういったものを、管理するための会計で管理会計って言うんですね。でそれをちょっと私も知りまして、そういう意味で、このお配りした決算誌の中には、非常にシンプルに、自社として必要なものだけ、こうですね、自社としてあくまで重要な指標のみ、明確にしてます、ということです。で、その中で、武田ランチェスター的な部分っていうのが、基本的には、その一人当たりの、あらり、一人当たりの純利、一人当たりの自己資金、手当たりになります。で、これ私は、順番があると思ってまして、まず何と言っても一人当たりのあらりが必要ですと。で、これさえあればですね、うまく経費さえ、それこそうまく経費を落とせば、純利益は自然と出てくるものなので、はい。で、純利益ができると、これが長年貯めることによって自己資金になってくるわけですよね。なので、まず粗利。で、その後経費を抑えて純利。で、それを、その1回で終わるんじゃなくて、まあ、武田先生も5年連続で、利益3倍出しなさいみたいなことをおっしゃってますけど、まあ、そう言って、継続して利益を出せるっていうことで、自己資金が溜まっていくのかなと思います。で、すみません。ドンと資料の中で、いろいろ飛ばさせていただきまして、まあ、今回、この第1回ランチェスター戦略を学ぶっていうところから、少し詳細に、
説明させていただきたいなと思います。で、皆さんもランチェスター戦略自体はもうずっと学んでおられると思いますので、実は私もここに書いてある通りですね、武田先生の教材を買ったのは、この2003年ですね。ここが最初です。戦略本気社長というテープで、多分これ3000円ぐらいだったと思うんですよ。3000円ぐらいだと思います。はいはいはい、3000円を買って、1年間ぐらい聞いてました。でも、やっぱりすごく、最近こういう CD がないんじゃないかなと思うぐらいなんですけど、要は本気で、社長にとにかく本気になれと、本気になれというのが、本当にこの、テープのですね、題名になっている通りの、内容であったかなと。で、まずは、でも、私、気持ちの世界、武田先生、願望 53% と言われてますけど、まあ、まずはやっぱり本気にならないとダメだなっていうのはすごく感じます。で、これ皆さんもお持ちかもしれませんが、スモールビジネスがこれ20万円ですね。うん、これもよく聞いたと思います。ずっと聞いてて、それで、まあ、ここにある通り3年間ぐらいやっていて、で、だんだんやっぱり経営が良くなってきたっていう感じなんですね。まあ、ちょうど皆さんのお手元にある決算紙を見ていただくとよくわかると思うんですけど、まあ、このあたりから少しずつ安定化し始めたかなと思ってます。うん、で、実は私自身としては、この小企業セットで、まあ、ある面、うちもちっちゃい会社だし、十分かなと思ってたんですよ。でもまあ、ある面、利益が出ましたので、利益を武田先生に還元するつもりで、要は10万円クラスの、10万円ですね。ここに10万円クラスの顧客 CD とか、商品 CD を買い始めました。やっぱりうちにとっては実は商品ってものすごく重要で、ソフトウェアって地域限定の販売ができないんですね。だから少なくとも日本全国が対象なので、うんうん、そうすると今度地域とか、業界ですね、客層とか、そういったところで絞らざるを得ないっていう結論になりましたんで、私の中でやっぱりこの CD、商品 CD ってすごく大きかったと思います。で、結果的に、その時やったのが、ターゲットを医療のみに絞るということをいたしました。で、これがある面、ランチェスター戦略の第一歩として、本当にうちが、成功した、第一点になったなと、すごく思っております。で、それまではですね、まあ、ある面、ちょっとやっぱり、いろんなことに、うちも手を出しておりまして、で、ただ、やっぱりこれじゃダメだということで、実は医療のみ、で、もう一つうちと同じような手書きソフトのビジネスをやってる、もう、P 社さんっていうところがあったんですけど、もうここにですね、この P 社さんに全部、医療以外をお任せして、うちは医療だけにしたっていう感じです。で、これがですね、実はその、医療以外を全部お任せしてるんですけど、実は結果的に言うと、医療市場が、それ以外のところの方、すべてをトータルするよりも、当時は実績があったっていう、こともありまして、そのようにさせていただきました。それで、要は他分野は競合に譲るっていうことをやったんですね。先ほどのうちと同じ P 社なんですけど、例えば、医療以外の商談が来た時には、ライバルさんを ご紹介して、ここにお願いしてくださいということで、そういうような断り方で、絞っていきました。で私、ランチェスター戦略で、弱者の戦略っていうことで皆さんやってらっしゃると思うんですけど、私は弱者の戦略というのは、二つあると思っておりまして、それは戦争ですね。ランチェスターはあくまで戦争をベースにして、
あ、敵にどう勝つかっていうことなんですけど、もう一つはですね、生物の世界ですね。岩穴と山目って書いてあるのはその通りで、生物の世界に弱者の戦略があるんじゃないか。まあ、生物の世界で弱いものが、あ、これ西村さんのメールにもありました通りで、弱いものがどうやって生物の世界で生き残っていくのっていうことなんですよね。で、ちょっとご存知の方いるかもしれない。イワナとヤマメって非常に近い、種類の魚です。同じマス科で。ですけど、イワナはより上流にいて、ヤマメは下流にいます。で、そんなように、ちょっとした差で、お互いが生き残っていかれるっていうことで、まさに、うちと、そのピーシャさんがそんな感じで、やってきたということです。ピーシャ、ライバルさんの方も、自分なりの方で頑張ってこられております。で、今回のちょっと、目玉になりますけど、不況だから儲かるナンバーワン戦略ということで書かせていただいております。はい。でですね、まさにこのコロナが来まして、ね、つい最近になってからリーマンショック以上みたいなお話されているんですけど、正直実は私は、1月23日に、武漢が閉鎖されたんですけど、もうその時点からこれは相当危ないぞと思っていたんですよ、実は。はい。で、でもそれでも、私自分自身の想像以上になったら、日本は中国から相当入っていくので危ないなと思ってますけど、まさかアメリカとかヨーロッパがですね、あんなひどい状況になるとは全く思ってなかったです。はい。でですね、ここでまずその公共のレースと不況のゼロサムって書いてございます。で、これ何のことやらって話なんですね。で、すいません。これ消えてしまうペンしかないんで、これ逆に、説明しづらいところがあるんですけど、レースって何かっていうと、カーレースとか、あるいは、そうですね、100メートル競争とか、そんなものをレースと考えてください。そうすると、100メートル競争でも、あるいはカーレースにしても、1位も2位も3位も4位もいるわけですね。で、じゃあ1位、じゃあその中で、もちろん1位がナンバーワンってことになるんですけど、それでも1位は1位なりに、2位は2位なりに、3位は3位なりに、それぞれ儲かっているのが、この公共という状況です。要は公共の時って1位じゃなくても実は儲かってるんですよ。ところが、不況になるとですね、こうゼロサムっていうのは、要するに勝つ人間、勝ちか負けしかないっていうことです。だから当然皆さんご存知の通り、不況になったらナンバーワンしか残れないっていうことなんです。でも逆に言うと、ライバルが消えていくわけですから、実はナンバーワンがより儲かるのが不況というものになってきます。で、今回の不況って多分もう、今までの世界史にもないような不況なので、これ本当に生き残れるかどうかっていう感じなんですけど。はい。で、そうですね。2008年に、これ2009年って書いてありますけど、2008年終わった後なんですね。まあ、2008年のリーマンショックっていうのがありまして、でその後にうちはこの電子黒板、小中学校向けに、要は普通の黒板の代わりにですね、今見ていただいているように、この書いたり、写真貼り付けたり、テキスト貼ったりする、そういったその電子黒板というもので、大きく伸びました。これは何の理由があったかと言いますと、実は2008年、リーマンショック当時、パイオニアが潰れそうになったんです。実はあの頃って、実はそういった大手一社が潰れることが、日本にとってとても大きなことだったんです。今じゃ当たり前ですけど、当時はそうでした。で、その時に、そのパイオニアを救済しよう。
ということで、もう含めて実は、電子黒板、全国の小中学校に電子黒板入れようって話になりました。はい。で、その時に電子黒板のメーカーとしてあったのが、その、パイオニアさんと、あと日立さん。この2社だけです。はい。で、ここが非常に巨人として存在しておりまして、で、それに対して、じゃあ弊社はなんで入っていかれたのって言いますと、実はこのパイオニアさんとか日立さんに、対抗するためにね、ヤマダ電機さんとか、あるいは当時東京特殊電線さん、東徳さんって言うんですけど、ここ実はもう潰れちゃったんですね、その後。うん、というところがいて、そういったところが、電子黒板のハードウェアですね。ハードウェア。大型テレビであったり、プロジェクターであったり、そういったものを持っておりまして、うちはそのハードウェアメーカーさんと一緒になって、販売を展開してきました。で、先ほど言ったライバルの日立さんとかパイオニアさんは、ハードもソフトを持ってらっしゃいました。でもうちの場合ソフトしかなかったのが逆に幸いしまして、いろんなメーカーさんと組むことができたんですね。はい。ということで、その時にやった一つの手段が、電子黒板って必ず入札なんですよ。うん、入札って安い方が勝つんです、とにかく。で、ただ問題なのは、入札って必ずそのライバルを入れないようにするために、自社独自の機能を入れるんですよ。自社独自の機能を入れます。で、なんですけど、入札が出てきて、その後、その入札を見て、で、うちは安い値段で入れて、安い値段で買った後に、必要な内容に改良すると。いうことをやって、まあ、どんどん入札で勝っていったんですね。で、その後です。1年後に、その効果が切れまして、これ実は自民党政権から民主党政権に変わったっていうのがあるんですけど、うん、実はこの教育事業って売り上げ激減しました。で、ここで書いてあります。うん、まさにその生物の、世界なんですけど、ネズミってほんのちょっとしたチーズの一かけでもあれば一日生きてかれます。ところがライオンはそれなりに大きな餌がないと生きてかれないんですよ。ネズミとライオンが直接こう戦えばネズミの方が負けると思うんですけど、ネズミがどこか逃げ込んでライオンから攻撃されないようにして逃げ延びていけば、その、不況っていうのはもう、餌がなくなった時ってことですよね。そうなると、ライオンは今度逆に死ぬんです。現実問題として、そのパイオニアさんも日立さんも、途中で消えました。完全に今は全く、その部分が手を出してないです。ということがありました。で、その1年後、2011年から少しずつ回復していきました。で、その時に、教育用のプロジェクターでナンバーワンでシェア 50% 持ってるエプソンさんがうちのソフトを採用したんですね。でも、要はエプソンさんだけでもシェア 50% なんで、結果的に言いますと、うちの、電子黒板ソフトは圧倒的な1位になれたと。この、こっちの当時はまだそれほど圧倒的な1位じゃないんですよ。だけど、今、この時点でも、シェアとしては圧倒的な位置を取っております。次に行きます。そうですね。いいですね。この後の話っていうか、途中も入ってますけど、いいですね、これですね。なんといっても武田ランチェスターは、儲けたら、社長の学習に投資しなさいと。一番これが効果があると。いいですね。そうですよね。おっしゃる通りで。はい。で、まあ、CD フルセットって書いてありますが、他に2つ買ってありますんで、
その残った分を、2009年の3月、そこなりに儲かったんで買いました。で、次は約1年後ですね、DVD セットも買いました。で、当時、今少し逆に安くなってますけど、はいはい、今、当時は200万したんですね。はい、はい。で、今、うちは、一応、自己資本としては2億ですけど、現実これ、あらりっていうことを見ますとですね、もうこれ100倍って書いてありますけど、もうそれどころじゃないリターンがあったということです。まあ、これもですね、ただお金かければいいっていうわけじゃなくて、やっぱり本気になって学ばないといけないっていうことだと思うんですね。で、私、これ、2つのセットを買った後にですね、竹田先生に言われたんですよ。もうお前代理店登録しろと。これ両方買ったら代理店登録できるよっていうことで言われたんですね。ただ私は正直、私の本業はソフト開発ですし、正直に代理店やるのはどうかなと思って竹田先生に言ったんですけど、いや、それって逆に分散になりませんかと。一点集中じゃなくて分散になりませんかって言ったんですよ。竹田先生、いや、それはいいんだと。あ、そうなのかって、疑問に思いつくので、まあ、一応でも西村さんのような感じで、社長職っていうのを開催を考慮したんですね。で、その時西村さんのご存知の、岡さんという人にお会いしまして、で、この時私、一つ、まあ、皆さんご存知だと、手張りという言葉をご存知だと思うんですけど、要は、教えてもらったことをまず守ることが大切ですよと。で、そこに、まあ、徐々にこう自分の、考えを入れていく、工夫していく、ということが必要ですよと。で、というのは、これ、他流派の考えです。他流派の考えを入れて、よりこう、独自性の高い、レベルの高いものにしていく、ということを、学んだんですよ。で、次書いてあるかな。あ、これ書いてないですね。ちょっとここだけ補足させていただきますと、私実はその竹田先生だけじゃなくて、田岡先生の一派ですね。竹田先生と仲の悪いって。そちらの方もそっちは NPO って言われる方なんですけど、NPO ランチェスター協会。こっちにも実は参加してまして、その中でランチェスター学会ってあるんですよ。ランチェスター学会。実はこれの会員にもなってるんですけど、ここの法人会員って今二つしかなくて、で、もう一つは元々のすごく田岡先生についてきた方。あともう一つが実はうちの会社だけなんです。っていう、そんな状況でやってます。何人ぐらいなんですか？ですね、いわゆる個人会員って言われる方々は、結構いらっしゃるのと、この NPO が支援してるんで、ただこれ毎年11月に、ランチェスター戦略学会っていうのをやるんですけど、はい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 、これ実は非常に面白いんですよ。で、HIS の澤田さんが来たりとか、うんうんうん、すごく内容が深くて、うんうん、一般の方も参加できるんですよ。うん、なので、もしも、面白そうだなと思ったら、言ってくだされば、参加可能です。あ、ぜひぜひ。でも、武田ランチェスターから来てるのも、まず、私はもうすっかり武田から来てるってことをバレバレなんで、そっちから来ても問題ないです。なるほど、ね。ありがとうございます。その状況がございます。でも本当にいい勉強になります。うん、はい。そうですね。これはちょっと今現状、プラスソフトがどうしてるかって話なんですね。で、まあ、これドラッカーさんが言ってますが、まあ、必ず市場は陳腐化するってことなんですね。うん、うちも20年やってますし、うん、で、ということは結局新規開拓への挑戦が必要だと、うん、いうことになります。うん、で、この時にですね、ちょっとこれ、本当消えちゃうペンだけど、
ちょっとだけ、ごめんなさい、設定変えてもいいですか。どうぞどうぞ。はい。一旦これ、すいません。ちょっとだけお待ちください。消えないペンを準備します。これか。よいしょ。これははい、竹原さんのところソフトですか、これ。そうなんです。うん、はい。もう一つ。はい。ということで、どこまで行ったかな、ここですね。あ、そうか、こっちじゃないだろうか。はい、ここですね。はい。ということで、ちょっと、かけ、ずっとつ出てるペンがありますんで。これちょっと まともに書けます。これ PPM ってもう皆さんもご存知だと思いますが、プロダクトポートフォリオですね。で、要はですね、こう一番端っこが負け犬になります。で、ここですね、ここが問題児。それから花形ですね。花形、金のなる木。はい。で、あります。で、まあ、基本的にこう、どういうふうな流れになっていくかっていうと、まず、一番最初に生まれたとき、問題児です。子供ですね。それが成長して、花形になるか、あるいは、失敗して負け犬になるか。実は多くの商品がこっちに落っこってるっていう状況はあるか。っていうことをご存知だと思います。で、これ実は結構この中で重要なのはここでして、これを作るのが重要でして、花形の時って、これ、まあ、儲けもあるんですけど、実はコストもかかってるっていう時なんですね。で、この金のなる木の状態になると、コストはかからないんだけど、ひたすらお金だけが入ってくるよっていう、商品になります。まあ、一応そんな、ことが PPM なんですけど、ですね、はい。お？海外にソフト。これよくわかんない。自分もよくわからないことを書いてあります。これ何のこっちゃって感じですけど。はい。シフトじゃないですか、ね。シフト。シフトですよね。はい。まずですね、ここですね、教育っていうのはずっと先ほど来説明しているように伸び続けておりました。ところが、ちょっとこの医療が縮むという現象が出てきました。うん、これはですね、うん、実は、うちと協力していた、そこにも書いてあるワコンさんという会社があんまりこの医療に対して、熱心にやらなくなってきたっていう現状がありました。で、そうですね、それと同時に、タブレット PC とかですね、iPad っていうのが、途中出てきたんですね。もう皆さんも、もうすっかりご存知だと思うんですけど、まあ、これが出てくる前は、実は、こういう手書きソフトなんて言っても、何のこっちゃって言われていたぐらいの状況だったんですが、うん、これによって、要は市場が広がったんですね。ところが、同時にライバルも増えていくという状況になりました。やっぱこの辺が非常に問題で、まあそういう意味でも、新規にものを作っていかなきゃいけないという状況に陥りました。で、今までですね、教育とか医療っていうのは業種で絞ったんですね。業種で絞ったんですけど、今回というか、ある面実験的に実は流通ルートで絞るという、あまり武田ランチェスターでもない実験をやりまして、現実、えらい苦労しました。えらく苦労しました。はい。これですね、FX っていうのは、富士ゼロックスさんなんですけど、ここ専用の
ペンコネクトっていう商品にチャレンジしたんですね。これ理由がありまして、実はそのフジゼックさんっていうのは1万人、営業マンがいるんですね、全国に。なので、1万人も営業マンいるんだったら、もう営業任しとけばいいや、売れるだろう。ちょっと安直な考えでやったんですけど、これ本当にね、10年かかったんですよ。で、本当に去年花開いたんですよ。花開いた途端にコロナですよ。もう本当に辛いです。今営業に行けないんですよ。まさにこのペンコネクトの営業がみんなズームでやってるんです、今。ズーム、もう、実はですね、大手さんほど、今回のコロナに対しての反応ものすごく早くて、大手さんはみんな、もう多分先月の初めには、直接会わないよ、ズームでやってくれっていうことになっちゃったんですよ。でこれまだ進んでる商談はいいんですよ。ところが新規の商談とか展示会がないんで、なかなか紹介が進まないっていうのはちょっと辛いです。ただ、これ、それでも、実は去年の段階で、富士ゼロックスさんと直接取引。まあ、うちみたいなちっちゃな会社が、ああいった大手と直取りってなかなかできないんですけど、ここまで来ました。去年は結構いいペースで拡大していったんですね。はい。で、そういう意味で、教育って何っていうと、花形です。花形です。はい。花形の電子黒板と、あと、教育の方も、実はその、大手がいろいろ参入しつつあるクラスルーム市場ってのがあるんですね。これ何かっていうと、先生がタブレット端末持って、生徒が全員タブレット持ちますよって、こんな感じでやるものなんですけど、で、これはですね、実は、電子黒板と違って、うちの会社だけじゃなくて、いろんな会社さんがやっぱ参入してきております。なので、まあまあ、それこそ実は、これ、何を狙ってるかっていうと、レースを狙ってるんですね。劣等者なんだけど、ものすごい、実はこれから教育に対して、コロナがあったからわかんないんですけど、ものすごく、教育に対して予算が下りる、3000億かな ?3000 億とか。全体で。何千億あるんですよ。そしたら、例えばうち、その中の3億だけでもいいよねっていう。レースのビリでも、これ取れれば十分だよねっていう考えで、ちょっとレース型にもチャレンジして見てるといったところです。で、あとですね、実は、ダメだって言ってる医療なんですけど、これ実は金のなる木だったっていうことはよく分かったんですよ。というのは、私はもうこれは絶対下がっていくと思ったんですね。下がっていくし、こっちのペンコネクトの方に一生懸命なってましたから、全然こっちエネルギーかけてなかったんですよ。ところが、去年もそうですけど、実はほっといても粗利2000万稼いでくれる。これ本当に、なんだろう。商品を出してるだけで、もう開発とかサポートほとんどしてない状況で、こういう状況になっております。年取ったシンデレラですね。あーっていう言い方もありますね。ただシンデレラの場合は、売れると思わなかった。知らずに売れてたみたいな。まあ、そういう面もあるんですけど、確かにね。確かにそういう面もありますね。シンデレラはドラッカーの表現で、そうですね、こっちはね、なんていうか、なんていうか、ボストンコンサルティングの表現なんで、はい、そこはちょっと違うかもしれないですけどね。はい。で、皆さんにお配りしてる弱者の戦略って後でちょっと見ていただきたいと思うんですけど、はい、要はこれですね、負け犬を廃棄っていうのが、本当に新しい商品を作る第一歩だと思います。もう負け犬を廃棄せずに、やっぱり新しい商品にはチャレンジできないというふうに感じております。そうですね。で、ちょっとまだ少しお時間がありますんで、どうしましょう。質問コーナーに行くか、ちょっとこの不当会の説明に行かせていただくか。不当会でお願いします。
願いします。お帰りお願いします。質問とかいいですか。お題結構です。後で、はい、大丈夫ですか。いただきます。はい、不登会はですね、もちろん武田先生に教えていただいた、ランチェスター戦略が一つなんですけど、当然のことながら私が入っている八起会ですね、八起会の倒産しないための経営というもの、それからですね、これ江戸時代に、商人道を広めたと言われている石田梅岩さんという方がいらっしゃって、まあ、このいわゆるその江戸時代から続く考え方ですね、これを、この3つが、重なったもの、すべて入り込んだものっていうふうに捉えていただくといいかなと思います。はい、でまずこの第一項が私にとっては最も重要ですね。弱者と自覚せよなんですよ。で、これですね、私の説明としては、相撲を取りますと。相撲を取るときに、仮に相手が、これ自分として、相手が自分より巨大な人、若くて力がありそうな人間。あ、ごめんなさい、これ逆にします。すいません。ごめんごめん。ちょっとだけ、これやります。はい。最初ですね。最初こっちから言ったらいいですね。相手がね、5歳の子供の時です。5歳の子供と戦う時に、どんな戦略を立てますかと。多分皆さん5歳の子供と戦って、戦うと言った時に、もう戦略なんて何一つ考える必要がないと。うん、もう、普通にぶつかって適当に投げりゃ勝てると、うん、いうことで、実は、強者って、強者の立場だと、戦略って本当はいらないんです。もう数で勝つだけ、勝つだけでいいとか、そんな形になります。ところがこれが、自分より若くて少し大きな人、って時に、どうしようかってなるんですよね。で、これはそれこそ小兵力士たち、まあ今で言うと炎鵬みたいな、方々がやってるように、自分の技能を高め、で、時には足を取り、時には、猫騙しをし、様々な戦略を考えて相手とぶつからないと勝てない。ということで、実は、自分は弱者だと。で、我々もランチェスター戦略する、知るまでは、その弱者とか強者とか、そんなことも多分考えたことなかったと思う。なんで、まず弱者という自覚が、弱者の戦略の一番大切なことだと、第一だと思っている。ここは、八起会の部分になるんですけど、じゃあ、倒産を防ぐにはどうしたらいいかということに対して、野口会長が言われていたのは、それは倒産を恐れることだ。倒産を恐れることだと。で、倒産を恐れる危機感とか、警戒心があって、初めてそれが本気の経ですね。につながると、私は思っております。で、今回もですね、まあ、コロナ問題に対して、やっぱり危機感が薄かったアメリカ、危機感の薄かったイタリアが、ああいうことになったと思ってるんですね。日本は逆に、春節で中国人が大量に入ってきましたけど、一応その時から危ないぞと。いうのはみんな警戒してましたし、まあマスクは売り切れちゃいましたけど、それでもマスクをして出ていたっていう違いがあると思います。なので、実は経の根本ってここの部分。で、これで有名なのは私はトヨタだと思います。もうトヨタはとにかく、まあ今もそうですけど、このコロナ問題の前のものすごい最高利益の時でも、常に警戒心を失わない会社。やったんじゃないかなっていうふうに思います。はい。でですね、次なんですね。次まあ、倹約せよって出てくるんですけど、実はこの倹約、勤勉、正直、堪忍というのは、先ほど説明した石田梅岩さんという、江戸時代に商人道ですね、商人の道を確定された方が
特に共通された4つなんですね。まず権力しなさい。で、これは結果的に、そうですね、私は経費を下げるってことはどこでもやってるんだと思うんですけど、やっぱ戦略的に経費を下げる。で、これは武田先生がおっしゃってますが、基本的にはやっぱり一番大きなもの。ちっちゃな経費、にぐずぐず言うんじゃなくて、鉛筆一本がどうのこうのではなくて、やっぱり大きな経費をどう下げるかということを考えていくことが重要だと思ってます。で、ここですね。低コストは弱者必須の生存戦略って書いてあるんですけど、先ほどのライオンとネズミの関係なんですよ。私は弱者というのはネズミであるべきだと。ネズミであるべきだと思ってます。はい。汚かろうが、何だろうが、生き残っていくネズミでないといけないと。はい。で、次、勤勉であれ。っていうのは、時間戦略ですね。に通じると思っております。で、ここですね。やっぱり休日を戦略構築に使う。で、時々武田先生の、DVD を見てですね、とにかく時間を長くする方が大切だと言って、戦術時間ばっかり長くしちゃっている経営者さん、時々見るんですけど、やっぱそうじゃなくて、戦略時間を生み出さないといけないっていうことだと思うんですよね。はい。あとは、ここです。まあ、誠実、紳士ですね。これはドラッカーの言葉にも通用するんですが、やっぱりそういうのが最終的にはお客様の信頼を得ると。嘘をついたりごまかしたりしていたら、それはダメですよという、ごく当たり前のことを語らせていただいています。はい。で、堪忍せよですね。我慢しなさいっていうことですが、ここでですね、怒りとか憎しみとか恨みとか貪欲って書いてあるんですけど、実はこれ仏教でいう三毒と言いまして、人がこれを持っていると、自分の身を滅ぼすよという教え、その三毒を、四つにしてよりわかりやすく書いております。はい。で、やっぱりですね、いろんな、怒りとか憎しみ、恨みとかですね。まあ、この辺が結局、まあ、人だけじゃなくて企業も滅ぼしますということで書かせていただいております。はい。はい。後半戦になるんですけど、ここからまさにランチェスターになります。そのまんま武田ランチェスターです。ほぼ。はい。こうですね。武田先生もよく言われるフレーズなんですけど、まあ、弱者は強い相手との競争相手を避けなさいっていうことを書いてあります。で、ここですね。ここ私ちょっとだけオリジナルなところは、小さな市場で1位って書いてあるんですね。これ何のことやらって皆さんで言うと、まあ、商品、地域、客層、業界じゃないか。この3つじゃないのって言うんですけど、実はこの3つとも、一言で言うと市場になります。はい。まあ、地域っていうのは、地域というふうに区切られた市場ですし、まあ、客層も顧客で区切られた市場になりますし、まあ、商品もそうですよね。例えば、うちで言うとソフトウェアっていう商品。これ、ソフトウェアという市場があるから、そういうふうに区切られている。だから、この市場を分解したのが、この三つだっていうふうに捉えてます。なので、一言で言うと市場ですし、市場占有率、市場占有率で1位を目指す。っていうことがランチェスターですので、まあ、こんな表現にさせていただいております。あとはもう、今更って感じなんですけど、まあ三大目標、これ絞りましょうって話なんですけど、で、ここで大切なのは組み合わせるっていうことです。実は、武田ランチェスター系の一つの問題点は、絞るって言われたときに、これ全部絞らないといけないんじゃないのっていう発想があるんですね。ところがそれは間違っていまして、うちなんかははっきり言って、これ地域は全く絞ってないです。
もうあくまで商品と業界客層のみ。ここで絞ってるだけです。はい。ということで、で、場合によっては、で、実は田岡先生の時代からもそうなんですけど、田岡先生の時代から、ランチェスター戦略を読んでみると、とにかく地域戦略で絞ったところが成功してるというのが、田岡先生の事例なんです。はい。なので、地域で絞ると、最も効果が上がるんですが、あくまで地域で絞れるのは、まあ、建築屋さんとか、リフォーム屋さんとか、そのやっぱり地域に密接な関係のある業種のみですね。はい。なんで、そういったところは、本当に何よりも先に地域戦略。で、よく武田先生もそうだし、田岡先生も、地域から絞れって言うんですけど、地域から絞って意味のない業界もあるので、そこは使い分けが必要だなと思っております。はい。で、これですね。経営の八大要因。もう当然皆さんご存知だと思ってるんですけど、私は実は武田ビジネスモデルのように、八大要因かける八大戦略。じゃなくて、八大実行目標みたいな形じゃなくて、もっと単純に八大要因だけにしてます。はい。あまりもう複雑にしない。で、最終的にはここですね。独自の経営戦略。あくまで、自社、オリジナルの経営戦略を構築していくということを目標にしております。で、次は顧客戦略なんですね。ここは。お客様と接点を結んで、はい。その上で、お客さんに学べって書いてあります。これ実は市倉先生というコンサルタントの教えなんですけど、最高のコンサルタントは誰か。市倉先生の答えは、最高のコンサルタントはお客様です。と、日本当時ナンバーワンコンサルタントがそのように言われているので、自分のお客様が自分にとって一番重要なものを持ってるんです。だからそこから学ばないといけない。そこから直接情報を仕入れて、で、その情報をもとに知識があって戦略になってきますよと。ちなみですが、私はこの情報というのが戦略の中の 80% だと思ってます。ランチェスター戦略とかいろいろ覚えるのは大切なんですけど、正しく市場の情報を持ってるだけで、ランチェスター戦略を仮に知らなくても、多分、まともな戦略が出来上がると思います。どこのライバルがどういうことを仕掛けていて、それに対してお客さんはどう思ってるのかとか、お客さんのニーズは何かっていうのをちゃんと知ってたら、正直、あまり理論はいらないぐらいの話かなと思ってるぐらいの。ただ、これ、時代がやっぱりどんどん高度になってきて、みんながお客さんの情報を集めてますので、まあ、そういう意味ではここも必要かなと。ただ、これ、情報なくして戦略なしです。確実。はい。ということで、ちょうどいい時間で最後に行かせていただきますが。はい。私はですね、基本、どんなビジネスであっても、まあ、良心的に生きないとダメだなと思っております。で、これ、道を楽しめって書いてあるんですけど、道楽という言葉が、道楽ですね。道楽という言葉があると思うんですけど、実は道楽という言葉は、今や、なんか趣味に生きるとかですね、遊んで生きるみたいな話になるんですけど、その、元々の道は人の道という意味での道なので、人の道を、なんか、四角張って、硬くなってやるんじゃなくて、そういった人の道を楽しんで歩むっていう意味らしいんですね、道楽というのは。なんで、まあ、そのように生きながらですね。これ、税金ですね。私は、ずっとなんですけど、税金はたくさん払えた方がいいと思ってます。あ、今年1000万払えたなっていうのは自分にとって誇りであるというふうに思ってやってます。結果的に下手な
納税対策、節税対策よりも、ちゃんと納税していった方が、自己資金が貯まります。自己資金を貯まるために納税すべきだと思ってますし、まあ最終的にはこの社会とか国家に貢献するということですね。まあ、結局会社にして、会社という組織は、社会なしには成り立たないっていうの、今回のコロナの件でもはっきりわかることなんですが、やっぱり社会とか国家が健全でないといけないですし、まあそのための、貢献ですね。いろんな貢献あると思うんですけど、納税というのも大きな貢献の一つではないか。ということで、5分前になりましたが、とりあえず以上でよろしいでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。西村さん、核延長 OK でしたら、そうですね。OK です、OK です。はい、もし何か質問終わりになったら、お二人から。あ、ちょっとじゃあ画面共有停止しましょう。はい、すいません。ずっとこの画面ばかり見ていただいて。丸山さんの2つ入ってるんですか？携帯入ってる？丸山さん。はい、携帯ね、これね、できれば切ってください。実はですね、近いところに2つあると、ハウリングしちゃうんですよ。すいません、どっちか切っていただけると、助かります。はい。切ればいいですか？あ、こっちも。音は、あ、音というかですね、ありがとうございます。それで OK です。今の感想兼でどうですか？いや、竹原さん、あともう少しお話しなりたかったら。いやいや、もうちょうどこれ終わってるんで、これ。ちょうど終わりました。資料が。丸山さん、大丈夫かな？丸山さん、声がつながったら起きちゃったんじゃないの？ミュートにしちゃってますかね、もしかしたら。丸山さん、聞こえる？こっちは分かんないのか。ああ、出た出た。ハウリングしなきゃこのままやりましょう。あ、すいません。はい。なんかお二人から。はい。はい、じゃあ、小野口の方から、はい、感想ということで、本日はすいません。ありがとうございました。大変勉強になりました。まず一つは、私は西山先生のところでランチェスターの勉強をさせていただいてるんですけども、そのランチェスターに偏らず、そのいろんな、なんとか独自なものを、まあ、他の先生の皆さんのもこう入れながら、やっぱこう、竹原さん独自な、こう、ね、こう戦略を立てるのがすごいなというふうに思いました。で実は自分もいやその先ほど話を聞いてても実感したんですが、私も最初に自社で地域戦略をやって見事に失敗しまして、今は商品戦略と客層戦略とあと一部地域戦略の混合戦略でまあなんとかいってるっていう感じでございまして、大変参考になりました。それと初めてですね、この Zoom というのを使わせてもらったんですが、まあ、すごい臨場感あるなと。おお、そうですか。それで資料はもちろんこっちを見てますけども、画面に出ますし、まあ、竹原さんのところのソフトでこう Zoom をかけますし、すごくいいなと。これ、本当にこれがうまくいけば、移動距離とか移動時間、それからその移動コストもなくなって非常にいいんじゃないかなというふうに、ちょっとそれが感想です。本日はありがとうございました。ありがとうございます。あ、じゃあちょっと待ってください。はい、どうぞ丸山さん。はい、はい、実はどうもありがとうございます。
私あのこの間もお話した通り、あの野口会長の CD を、まあ CD じゃなくてテープをですね、はい、会社をスタートする前から何百回も聞いて、まあ、非常にこう、まあ、生前の時にお会いできなかったのが今でも悔やまれるんですけど、はいはいはい、こうやってなんかご縁で木山さんと出会ってですね、うんうん、まあ、あの今月 の、あの Zoom であの同会のあれにもぜひ参加させていただきたいと思います。まあ、今日小野口さんも参加していただきましたし、まあ、小野口さんはね、遠方から来られてたんで、非常にこれもいいんじゃないかなっていう、はいはい、参加、私して、あ、これはすごくいいなと、特に今はね、遠方から通われてる方なんか、すごくいいんじゃないかなとは思いました。はい、あの普通にこう、まあ、リアルなものに限りなく近い勉強会ができたと思います。はい、今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。西村先生。はい。あの僕もやっぱり最初に言ったんですが、やっぱあの実践されてる経営者のやっぱり言葉はやっぱり何よりも強いなっていうのがやっぱありますよね。でかつあの戦略も今ね、あのお二人がおっしゃったように、ランチェスターだけじゃなくて、ランチェスターもそれも2つ勉強されて。で、あと、八百会もそうですし、石田梅館さんですか、まあ、先生も勉強されてて、まあ、僕らどっちかというとこう、理屈の方に寄っちゃうとこあるんですけども、まあ、それはすごくこう実践と理論が組み合わさってるというんですか、いや、これはやっぱり強いなと思いますし、あとは、あの八百会、不当会の経験ですよね。まあ、それはすごく、まあ、今後、まあ、僕はあの丸山さんと一緒で、あの野口会長もですね、あの、まあ、いつも皆さんには言ってるんですけど、あの田岡先生、あの亡くなった人で一番会いたいのはうちの親父と田岡先生っていうぐらい、あの田岡先生生きていらっしゃったらぜひ、僕実は市倉さんを愛した、市倉先生を愛したことあるんですよ。あ、あの、うん、でも田岡先生には本当にね、武田先生が感激されたぐらいの方なんで、ぜひお会いしたいと思って、で今日の武田先生のメルマガにも書いといたんですが、やっぱり野口会長も本当にお会いしたかった方なんですが、まあ、ただあの、ね、これはあの不当会のおかげですが、結構講演ビデオ残ってるんですよね。そうです、はい、うん、だからあれ 見させていただいて、はい、いや、この人もやっぱ本物だなと思って、いや、また残りの人生かけるものができたなと思って、でかつあの、その代表理事が竹原さんで、こんな近くにいらっしゃったと思ったんで、すごくあの感激してます。はい、でまたあのお聞きしたいことはたくさんあるんで、またよかったら今後出していけたらと思っていますので、はい、最後に一つだけいいですか。はい、あの有限から株式にされた理由って何かあるんですか。あ、これはですね、実はフジゼロックさんとの直接取引のためです。あー、なるほどね、はい、あ、やっぱりそういう会社あるんですね。そうですね。あ、うん、まあ、有限のままだったらダメかっていうとそうでもないと思うんですけど、とりあえず安全性を考え、あー、なるほど ね。いや、うちもずっと有限を保ってるんでちょっとその辺確認させていただきます。いや、本当今日はありがとうございました。ありがとうございます。ちなみにですね、西村さん、はい、最後に一言なんですけど、はい、私もですね、実は田岡先生のお墓参りに行ったことがあるんですよ。あ、そうなんですか。そう、だから武田先生がランチェスター先生の墓参りに行くのに、私も田岡先生の墓参りを、はい、しかもあの田岡よしこさんとお二人で、あ、そうなんですか。行かせていただきました。あ、それ何かあの定期的にされる、毎月あの月命日で行かれてる時にご一緒させていただいたっていうことなんですね。そうですか。なので、あの、うん、多分その時の資料がありますので、あ、そうですか。もし何かありましたらあのご一緒に。そうですね。お墓参り行きましょう。はい、僕あの奥様とはあまり
なんか、あの、合わない方がいいかなっていう気はあるけど。全然、全然そんなことないです。あ、そうだ。あ、田岡、あ、だから、武田先生と相性ですよね。そうです、そうです。それもあります、本当に。わかりました。ぜひまた誘ってください。はい。はい、まあ、本当にさっき言ったように、あの、ぜひお会いしたかった方の一人なんで、はい、間違いなく。ああ、そうですよね。本当ですよね。いや、はい、あの方生きてらっしゃったら、日本また変わってますよ。ああ、そうですね。若くして亡くなられちゃいましたからね。本当そうですね。ただ、もしかしたらそうだったら、武田ランチェスターできなかったかもしれないですけどね。まあね。なるほど。それこそ、あの、ヤマメと、ね、イワナ。あの、クジラと目指しぐらいで。いや、でも本当にね、あの、すごいカリスマ性もあった方じゃないですか。はい。あのね、日本企業、松下さん含め全部入ってますよね、やっぱり。うん、なんだかんだ。ね、まあ、ぜひまたそれ誘ってください。はい。あの、皆さんにも広報しますので、あの、はい、うちの勉強会にも連絡しますので。はい。はい。じゃあ、今回はちょっと、不当会かける西村先生の勉強会。いえいえじゃあ、以上、本当に皆さんありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。あと、アナウンスいいですか、あの、不当会とかの。ちょっとご質問なんですけども、あの、不当会とかやる機会って何人ぐらいの皆さんがこう集まって考えてらっしゃるんですか。この間オンラインで初めてやりましたけど、リアルも含めて、大体10名から15名ぐらいの、もう少人数でやっております。はい。あ、ぜひもう、こういう形で参加できるなら、なんか本当に、はい、楽っつっちゃ申し訳ないですけど、ありがとうございます。ね、だからちょうどコロナでラッキーっていう感じですね。いやいや、本当に。いや、でもおっしゃる通りなんですよ。実は、はい、八尾機械もオンラインにこう踏み込めたのは、コロナなしではなかったんですね。だから私、逆にですね、もうこのコロナっていうのは確かにその我々にとってマイナス面も大きいんですけど、もうせっかくだからこれ経営を変えるチャンスにしたいなって、勉強会であったり経営を変えるとか、はい、はいはい、でこの一歩踏み込んでいただくと非常にいいので、あの、ぜひあの八尾会の方も、はい、よろしければご参加わかりました、あのメールさせていただきます、はい、わかりました、はい、またコラボもさせていただけたら、そうですね、もうぜひどんどんコラボしましょう、はい、あの、他の方も入っていただいても別に構わないんで、もう全然でも、うん、フリーでどうぞ、はい、はい、じゃあまたぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はいはい、じゃあ今日はありがとうございました、どうもありがとうございました、させていただきます、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ失礼します、ありがとうございます。